ラトロンガ航空のサーブ340ラトロンガ航空就航都市マップラトロンガ航空はニュージーランド自治領のクック諸島ラトロンガ島を本拠地としている航空会社であるラトロンガ国際空港をベースにクック諸島内を結ぶ国内線を運航しているラトロンガ航空は1978年2月に一機のセスナ337で設立され 7月に運行を開始。1991年にはニュージーランド航空とクック諸島政府の合弁会社であったクック諸島航空を買収した。ラトロンガ航空は3名の個人投資家によって所有されている。ラトロンガ島のラトロンガ国際空港をハブ空港として各島への航空便を運航している。国際線はエアタヒチとのコードシェア便によりパペーテの ファーア国際空港までの運航が提供されている。ラトロンガ航空の機材は、以下の航空機で構成される、エアーラ・ロトンガブック、A フライト。2008年2月17日閲覧。エラインズヒストリー。クック・アイランズ・エアポーツ。2014年8月31日、閲覧。ルートマップ。ラトロンガ航空。2014年8月31日閲覧。 ありがとうございます。